アナウンサーの牧野由美、不倫してますよ。え、今人気沸騰中の牧野アナですか？それは事実ですか？はい、証拠写真もあるのでそちらに送ります。確認してください。わかりました、お待ちしてます。今回は実は不倫をしていたとの噂がある女性アナウンサーを12名ご紹介します。まずはフジテレビアナウンサーとして報道番組を中心に活動していた秋元優里さんです。流星くん、お腹の子と一緒に3人で幸せな家庭を築こうね。ああ、優里ちゃんとお腹の子は俺が絶対に守るからな。うん。秋元優里さんは2013年に同じくフジテレビアナウンサーであった生田流星さんと結婚し、その後お子様を出産されました。おい、またこんな時間に出かけるのかよ。別にいいじゃない、ほっといてよ。お前子供もいるんだぞ、いい加減にしろよ。もうめんどくさいな、あなたと暮らしてると息が詰まるのよ。ああそうか、分かったよ。じゃあ出てってやるよ。なんと幸せに暮らしているはずの秋元優里さんは、結婚して3年を迎える頃、夫である生田流星さんと別居しているということがとある週刊誌に報道されました。また同じ時期に秋元優里さんとフジテレビのプロデューサーの男性がダブル不倫していることも報道され、世間を広く賑わせました。こうしてあなたと一緒にいる時が一番落ち着くわ。俺もだよ。なあ、今日はここで一夜を過ごさないか。ここで？いいわよ、楽しい夜にしましょう。そういえば奥さんと子供大丈夫だった？大丈夫だよ、僕たちの関係には気づかれてないから。優里の方こそ大丈夫なの？うちは今完全に別居してるから全然気にすることないわ。離婚も時間の問題ね。この二人が愛を育んだとされる車は郊外の竹林に停車しており、これが視聴者によって特定された際には SNS で大きな話題となりました。その後大バッシングを受けた秋元優里さんは一時期表舞台から姿を消しました。続いてはテレビ東京の看板アナウンサーとして数々の番組にレギュラー出演していた鷲尾玲奈さんです。スミちゃんはやっぱり可愛いな、俺結構タイプなんだよね。もうちょっと松田さん、奥さんとお子さんいるのにダメっすよ。なかってるよ、でも本当に可愛いんだから仕方ないじゃん。嬉しいです、私も松田さんのことずっと前から素敵だなと思ってたんです。え、本当？スミちゃんにそんなこと言ってもらえるなんて夢みたいだな。ちょっと二人ともストップ、飲みすぎです。ほどほどにして今日は帰りますよ。この二人すごいイチャイチャしだしたな。増田さん妻子持ちなのにさすがにまずいんじゃ。このようにアナウンサー数名が参加したカラオケ飲み会に参加していた鷲見玲奈さんと増田和也さんは、他に同僚がいるにもかかわらずかなり親密な関係を醸し出していたようです。なあなあ、最近スミアナ休んでること多くないか？ああ知らないの、スミアナ同局の増田アナと不倫報道が出て今自粛してんだよ。え、そうなの？うわぁマジかよ、俺スミアナ好きだったのに。スミアナこの先どうなるんだろうな。なんと鷲見玲奈さんと増田和也さんはカラオケ飲み会で夜を過ごした後に不倫疑惑が報じられたのです。どうしよう、増田さんとの不倫疑惑が出てからめっきり仕事も減ったし、このまま辞めさせられちゃうのかも。こうして注目のアナウンサーとして今後期待されていた鷲見玲奈さんでしたが、不倫のイメージがついてしまったことで仕事はなくなり、その後テレビ東京を退所することとなりました。しかしこの報道には誤解だという噂もあり、事実については今も不明なままです。続いてはテレビ朝日に入社し、なんと1年目から報道番組の MC に抜擢されるなど、アナウンサーとしての将来をかなり期待されていた徳永由美さんです。いやー、徳永ちゃん、いつも番組のサポートしてくれてありがとうね。そんな、こちらこそですよ。内村さんの番組にレギュラー出演できて本当に光栄です。そんなこと言ってもらえて嬉しいよ。これからもよろしくね。内村さんって本当に優しい人だよな。うちの旦那とは大違い。徳永ちゃん、どうかした？あんまり元気ないみたいだけど、なんか悩みがあるなら話聞くよ。え、どうしたの？ちょ、これ使って。すいません、実は旦那とうまくいってなくて。徳永由美さんはテレビ朝日に入社した4年後に同局のディレクターと結婚し、その後お子様を出産されるなど幸せな結婚生活を送っていると思われていました。しかしその幸せが長く続くことはなかったようです。
そしてそんな徳永由美さんが内村光良さんと出会ったのはとある番組で共演したことがきっかけのようです。最初は徳永由美さんの相談を内村光良さんが聞くだけの関係だったようですが、徐々に2人の距離は縮まり、ついには一線を越えてしまうのです。やばいです、大スクープ入りました。え、なになに？テレ朝の徳永アナとうっちゃんなんちゃんの内村さん不倫してます。は？マジか、それやばいな。裏取りはあるんだろうな。はい、番組の飲み会後に2人で抜けるのを共演者が何度も見てたり、新潟に不倫旅行も行ってるみたいです。よし、すぐに記事にするぞ。これは大ヒット間違いなしだな。このように徳永由美さんと内村光良さんの関係はとある週刊誌に報道され、世間に知れ渡ることとなりました。お前ふざけんなよ、不倫ってどういうことだよ。徳永さんとお付き合いしていたのは事実です。私は彼のことを愛しています。ああそうかよ、もう離婚だ離婚、多額の慰謝料を請求してやるからな、覚悟しとけよ。こうして不倫によって離婚した徳永由美さんはなんとその後内村光良さんと再婚しました。この二人の再婚には衝撃を受けた人も多々いたようです。続いては入社後すぐに可愛らしい容姿で一気に注目を集めたテレビ朝日のアナウンサーである田中萌さんです。今日この飲み会が終わったら萌の家に行ってもいい？もちろん、早く二人でゆっくりしたいな。あ、でも奥さん大丈夫なの？萌は可愛いな。うん、うちのには今日は飲み会で遅くなるって言ってるし大丈夫だよ。そうか、じゃあ今日はたくさん一緒にいたいな。このように田中萌さんはとある情報番組で共演していた加藤大平さんと不倫関係だったようです。ね、これ見て、加藤アナと田中アナの不倫報道されてる。え、嘘。あ、本当だ、2人が不倫してるって噂本当だったんだ。だね、あの2人たまに距離感おかしい時あったし、局内でも2人の関係疑ってる人結構いたもんね。やばいね、あの2人どうなるんだろう。こんだけ大きく報道されたら間違いなく今一緒に共演してる番組は降板するだろうね。加藤アナの奥さんかわいそう。とある週刊誌によって不倫関係を報道されてしまった田中萌さんと加藤大平さんはその後共演していた番組を揃って降板させられ、世間から強いバッシングを受けることになりました。続いては富山県で放送されているチューリップテレビのアナウンサーとして活動していた小島さつきさんです。今日はプロバスケットボール選手である岡田雄大選手に取材していきたいと思います。岡田選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島アナ、生で見るとめちゃくちゃ可愛いな。後に報道されることとなる小島さつきさんの不倫相手はプロバスケットボール選手の岡田雄大さんです。そんな二人の交際はとあるスポーツ番組の取材をきっかけにスタートしました。あのさ、俺実は結婚してるんだ。は？え、嘘でしょ、付き合い始めた時にそんなこと一言も言ってなかったじゃない。黙ってて本当にごめん。でもどうしてもさつきさんと付き合いたくて言えなかった。そんな、信じられない。私そんなこと何も知らないから、友達にもあなたと付き合ってること言っちゃったじゃない。どうするのよ、奥さんにバレたら。ごめんなさい、でも俺さつきさんと別れたくない、一緒にいたいんだ。急にそんなこと言われたって。でも私も雄大くんが好き、結婚してるからって離れられないよ。驚くべきことに岡田雄大さんが既婚者であることを知らずに交際していたという小島さつきさん。しかしその事実を知ってからも2人は関係を持ち続けてしまったようです。そしてそんな2人はついに一緒に旅行しているところを週刊誌に撮られてしまい、その関係が報道されました。その後不倫のイメージが払拭しきれなかった小島さつきさんはチューリップテレビを退社し、それ以降テレビで彼女の姿を見ることはなくなったのです。続いてはフリーアナウンサーとして活動していたジョージ幸恵さんです。ジョージ幸恵さんは27歳の時に一般の男性と結婚、その後お子様を出産し順風満帆な生活を送っていると思われていました。しかしそんな彼女の人生はある週刊誌の記事で一変するのです。ちょっと幸恵、この記事どういうこと？え、これって嘘でしょ、あの時のデート週刊誌に撮られてたんだ。あれだけ気をつけろって言ってたよね。これ手つないでるところもホテルに入ってるところも撮られてるし、言い逃れできないわよ。しかも不倫相手も妻子持ちって、どうしよう、とにかくどうにかこの一件を落ち着かせなきゃ。なんとジョージ幸恵さんは妻子がいる男性と不倫していることが発覚したのです。ジョージ幸恵さんも結婚していることからダブル不倫として、一気に2人の関係は世間に知れ渡ることとなりました。ジョージさん、今回のダブル不倫は事実ということで間違いないのでしょうか？不倫はしてません。
相手の方と一緒に食事していただけです。ホテルに入っていくところを目撃され、その後ホテルで6時間半滞在してますよね。あれはホテルにトイレを借りに行ってただけです。チェックインはしていません。ジョージアダのダブル不倫の記事見た？見た見た。本人は否定してるけど言い訳が狂いすぎるよな。おお、しかも上地アナって今までのいろんな芸能人の不倫問題を取材してきてるだろ。そうだったな。原田龍二とかアンジャッシュの渡部の時も一番近くにいたな。そうそう、今まで自分は事実を公表しろって立場で詰めてたのに、自分が同じ立場になったら逃げるってやばいよな。このように不倫を否定していたジョージ幸恵さんでしたが、その時の発言はあまりにも軽率で、ますます彼女を非難する声で溢れていました。またジョージ幸恵さんは今まで数々の芸能人の不倫を追及する立場だったこともあり、それも加味され、さらに厳しい批判の声で溢れることになったのです。続いては NHK 甲府放送局のアナウンサーとして地元で親しまれていた、とある番組のキャスターを務めていたことからも人気だった早川美奈さんです。君たちが不倫関係にあると聞いたんだが事実なのか？いや申し訳ありません。勘弁してくれよ。斉藤君はうちのエースなんだから、問題を起こされたら困る。はい、もう別れなさい。不倫でいいことなんて何もない。このまま続けると二人とも破滅するぞ。はい、わかりました。このように早川美奈さんは地方番組で共演していた斉藤孝信さんと不倫関係だったようで、それは局内で有名になるほど二人はオープンに接していたようです。私孝信さんと別れたくない。俺だって別れたくないよ。でも上司にあんな風に言われて無視するわけにもいかないし、外で会うのは難しいかもしれないな。だったらここでしない？ここならバレないよ。え？車で？まあ確かに車の中なら俺たちの姿を見られることも少なくなるか。さあ二人だけでゆっくり過ごせるよ。みんな可愛いな。結局上司からの忠告を聞くことなく関係を続けていったという早川美奈さんと斉藤孝信さん、そんな二人の関係はついにとある衝撃的な写真とともに公開され、終止符を打つこととなるのです。おい、早川アナと斉藤アナ車内でやってるぞ、写真撮れ。うおー、こりゃ激しいな。狭い車内でよくできんの。 NHK のアナウンサーがこんなことしていいのかよ。よし、バッチリ写真撮れた。早速記事にしようぜ。社内で愛を育んでいた2人の姿はあまりにも衝撃的で、ショックを受けたファンも多かったようです。そしてこの報道後、早川美奈さんはアナウンサーを退職しました。続いては、もともとは地方局のアナウンサーとして活動するも、その美しい容貌から可愛すぎる女子アナと全国区でも話題となった牧野由美さんです。今日は奥さん大丈夫だった？うん、今日は仕事で帰れないって言ってるから泊まっていくよ。本当？嬉しいな。牧野由美さんは番組内で取材したことをきっかけで知り合ったパティシエの吉田森秀さんと不倫していたようです。もう別れましょう。やっぱり既婚者のあなたと付き合い続けるのはリスクが大きいわ。ちょっと待ってくれよ、俺は別れたくない。妻とは離婚するから。ごめんなさい、私アナウンサーとしてまた新しい仕事が入ったの。今は仕事に集中したい。そんな、考え直してくれよ。しつこいわね。無理なものは無理。もう連絡もしないでください。ユミ、何なんだよ急に。あいつ調子に乗りやがって。こうなったら高一の写真週刊誌にリークしてやる。アナウンサーの牧野由美、不倫してますよ。え、今人気沸騰中の牧野アナですか？それは事実ですか？はい、証拠写真もあるのでそちらに送ります。確認してください。わかりました、お待ちしてます。こうして別れ話がもつれたことで逆上した吉田森秀さんが週刊誌に不倫の事実と付き合っていた当時の写真を流出させたことで、牧野由美さんの不倫が発覚したと言われています。ただしこれには諸説あるので事実は不明です。この一件で牧野由美さんのイメージは急激に悪くなり、その後芸能界を引退しています。続いては、もともとは日本テレビに所属しており、その後はフリーアナウンサーとして数々の人気番組に出演していた阿部哲子さんです。その後体調はどうですか？早くあなたに会いたいです。ああ、まずまずってところかな。俺はもうこの先長くないと思う。最後にアキコに会いたい。私も今すぐにでもあなたのいる病院に行きたい。でも奥さんもいるでしょうし。俺がこの世を去った後も旦那さんと子供と一緒に幸せに暮らすんだよ。
最後にあの人が亡くなる前に会いたかった。阿部哲子さんは28歳の時に日本テレビで働いていた男性と結婚し、お子様を出産されています。そんな阿部哲子さんは妻子がいる一般男性と不倫関係にあったのです。ごめんなさいね、あなた、あなたが亡くなったことをお知らせしないといけないから勝手に携帯を見るわね。え、何これ。アキコ、早く会いたいよ。妻とは離婚を考えている。君と一緒になりたい。何なのよこれ、あの人不倫してたの？信じられない。哲子って誰だろう。あ、写真がある。ん？この人ってアナウンサーの阿部哲子じゃない？なんと阿部哲子さんの不倫が発覚したのは、不倫相手の男性が亡くなったことで、遺品を整理していた際に不倫相手の妻が不倫の証拠を見つけたことがきっかけでした。ねえ、知ってる？阿部アナの不倫相手の奥さんから番組宛てに告発文来たんだよ。もちろん今はその話で持ちきりじゃない。阿部アナをテレビに出すなってやつでしょ。亡くなった後に不倫の証拠見つけるって奥さん相当辛かっただろうね。阿部アナは今回のことで出演してた番組を全部降板することになったし、今の旦那さんとの今後の雲行きも怪しいみたいよ。こうして不倫が発覚した阿部哲子さんは2年間の謹慎処分を受けることとなりました。またこの不倫騒動の数年後に阿部哲子さんは当時の夫と離婚しています。続いては元フリーアナウンサーとしてニュース番組のメインキャスターに抜擢されるなど、その実力を評価されていた山本もなさんです。ああ、見て見て、あの二人すごいイチャついてるよ、こんな路上で。本当だ、すごいね。てか私あの二人知ってる。アナウンサーの山本もなと議員の細野豪志じゃない？ああ本当だ。え、大丈夫なの？そんな二人がこんなところで。待って、しかも細野豪志って結婚して子供もいなかった？そうだったね。いやまずいでしょ、こんなところ見られたら。このように山本もなさんは妻子がいる民主党議員の細野豪志さんと路上で熱いキスを交わしていたところを目撃され、そして週刊誌に報道されたのです。今回私の軽率な行動が報じられ、細野さんの奥様をはじめとする関係者の方に大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。今後は自らを律し襟を正してまいります。こうして自身の過ちについて認め、テレビの前で謝罪をした山本もなさんでしたが、結局抜擢されたニュース番組や降板が決まり、その後はアナウンサーも辞め芸能界を引退しています。続いてはお天気お姉さんとして様々なニュース番組に出演していた岡村真美子さんです。佐藤さん、今日二人で飲みに行きませんか？あ、岡村さん、なんか近いな。それにしてもこの子可愛いよな。二人か、俺結婚してるし二人で飲みに行くのは難しいな。そうな、仕事のことで相談したいだけなんです。佐藤さんにしか言えなくて。相談か、相談に乗るくらいなら大丈夫だよね。こうして岡村真美子さんと同じ職場で気象予報士として一緒に働いていた佐藤大輔さんは、時間が経つにつれてただの同僚ではなくなっていったようです。もう帰るの？ああ、最近嫁が早く帰ってこいってうるさいんだ。じゃあ私もそろそろ帰ろっかな。てか真美子、佐藤とも不倫してるんだってな、聞いたぞ。そうだよ、だって一人じゃ満足できないんだもん。お前もすごいやつだな。週刊誌とか内部告発とか気をつけろよ、情報が出るとすごい騒ぎになるから。分かってるわよ。なんと岡村真美子さんは佐藤大輔さんとは別に既婚者の男性と付き合っていたことが後の報道で分かったのです。この二股不倫は世間に大きな衝撃を与え、岡村真美子さんはその後テレビから姿を消しました。最後は静岡放送のアナウンサーとして活動し、現在は静岡放送の社員として働いている原田彩子さんです。今回のダブル不倫の報道をどうしよう。とりあえず事実無根を貫こう。俺は静岡新聞と静岡放送の社長ってこともあって、これが公になるとまずいんだ。そうね、私も夫に離婚されたくないし、誤報だって周りにも言うわ。とある週刊誌にダブル不倫として報道されたのは、原田彩子さんと静岡放送静岡新聞の社長を務めていた大石武さんです。原田さん、社内は今大変なことになってますよ。大石社長との不倫本当なんですか？違うわよ、とりあえず外部からの問い合わせには全て不倫はしてないで通してちょうだいね。嘘ばっかり、あんたと大石社長の不倫疑惑は社内でも有名な話だったじゃない。このように不倫報道があってすぐは男女関係を否定していた2人でしたが、証拠写真や内部の証言もあることから事実である可能性が高いと考えられています。結局原田彩子さんはその後も復帰することはなく、アナウンサー部から異動になったようです。
女子アナウンサーって気品があって清楚なイメージが強いだけに不倫報道があるとショックが大きいよな。やはりテレビに出ている以上イメージは大事ですからね。一部不倫報道が出てしまったアナウンサーが以前のように活躍できるケースはかなり稀ですね。あくまでも不倫は良くないことだしな、結婚相手や子供を思うとかわいそうになるぜ。そうですね、たとえ誘惑があったとしても理性を保ち思いとどまらないといけませんね。